竹村信和竹村信和は、日本のテクノ、エレクトロニカミュージシャン、環境音楽、ミニマルミュージック等の作曲家、DJ、美術家、映像作家。チャイルズビュー、アセンブラー、ムーンリットとクレジットされることもある。大阪府平方市出身。オーディオスポーツ、スピリチュアルバイブスでの中心的な活動を経て、1994年、ソロアルバム、チャイルズビューをリリース。 その後ワーナーと契約し、1997年に子供と魔法をリリース。このアルバムを境に、音色が生楽器中心から電子音中心に作品の内容もよりパーソナルなものへと進化し、以降、子供という言葉で表される無垢なものへの同型をテーマとして作曲活動を続ける。なお、子供と魔法をリリースした後にワーナーとの契約を解消した。 1998年、自身でレーベルチャイルディスクを創設し、秋津ゆや西山豊の谷村光太、スッパマイクロパンチョップなど、若手アーティストの発掘、育成にも尽力。1999年には、三宅一世のファッションショーの音楽を担当した。また、キリンジ、スティーブ・ライヒや、トータスらのリミックスでも評価が高い。テレビ番組や、CM などの作曲もこなし、 ソニーのロボット兼、アイボの感情表現時の鳴き声の作曲も担当した。2002年、映像作家である若野勝ツとの共作、サインがシカゴ近代美術館のアートフェスティバルでエントリー上映されたのを皮切りに世界各地で話題となる。近年では、プロモーションビデオにおいて、クレイアートを手掛けたり、インスタレーションを催すなど、音楽以外に活躍の場を広げている。 商業主義に陥りがちで、東京に一極集中している日本の音楽界を批判し、そのアンチテーゼとして京都を選択し、活動の拠点としていたが、2008年にドイツへ移住。2014年、ソロとしては12年ぶりとなるアルバム、ザイトロームをリリース。映像作品やアニメーション、インスタレーション用に制作されたサウンドが収録されている。 チャイルズビュー名義アセンブラー名義リミックス作品多,多数ありがとうございます。